南アジアはアジアジののの東と西の文化の接点であります現在では稲作は広くインドで行われているのですがそれは比較的最近のことでありインドの東においては麦作り並びに麦とインドで在来種として存在した雑穀作りとが複合した社会があり東の方が稲作の社会であります。 麦作は9000年ほど前からスタートしておりますこれは西アジアにおいて麦作りが行われると速やかに南アジアに到達した結果と考えられますそれに対して今のところ稲作は4000年前からということが分かっておりますおそらく東南アジアと同様に4000年前の地球規模の環境変動を契機とする大きな変動があって東南アジアとともに稲作を 開始したものと考えられますこの南アジアの西北部インドの西北部とパキスタンの地域において麦作が伝わってから3,000年ほどの地にインダス文明という人類の古代文明を代表する文明の一つである文明社会が生まれまれしたこの麦作から生まれた文明について説明をしたいと思います。